はい、こんばんは。今日は2019年の3月の11日、18時2分です。よろしくお願いします。ふわっちの方はキツネ枠で、ツイキャスの方がコテハンです。よろしくお願いします。ココタン、こんばんは。エルビンはドツ、よろしくお願いします。はい、ということでね、ふわっちのルールの方を変更しましたので、必ず読んでおいてください。よろしくお願いします。通常枠とキツネ枠に関してルールを改定しましたので、よろしくお願いします。ルール変更いい。ああ、ありがとうございます。はい。朝日奈ちゃん取らないの？取るよ。取るけど、朝日奈ちゃんから依頼が来てない、まだ。朝日奈ちゃん全然取るよ。はい、ボタンさん、こんばんは。コンティニューコインありがとう。あ、お茶爆じゃなくてコンティニューコインが欲しいですね。無課金の方はコインでお願いします。よろしくお願いします。コインが欲しいです。コインが。コンティニーコインありがとう。あ、タロちゃん久しぶり。おかしくならないね。全然。コンティニーコインありがとうございます。ありがとう。コンティニーコインありがとう。6回で了解。はい、よろしく。必ずお読みくださいっていう部分ですね。必ずお読みくださいっていう部分です。頭のおかしいって言わないで、本人気にしてるから。はい、コンティニーコインありがとう。はい、ワードツ。綾波レイのコスプレ。綾波レイはもっと明るい。これね、2回染めたんだけど、1個前綾波レイみたいだったね。うん、ゲイではないですね。バイセクシャルではないです。 はい、ワードツ。セーラーマーキュリー、懐かしい。俺はマーズが好きだったな。はい、ワードツ。スサン？バイになったら色気出る。バイ、男の人で勃起しないんだよね。別にバイセクシャルの人に偏見ないけど、なんかね、男性で性欲湧いたことないね。見てない。あれでしょ、北川景子とか、美人揃いのやつでしょ。いや、コメントは自由に書いていいよ。コメント自由に書いていいよ。ああ、ありがとう。ハートありがとう。エクスパンドは病気なんでしょう、多分。今日寝てた、爆睡してた。
今お風呂上がって起きたところだね。お金ない。お金ない。お金はない。仕事はしないよ。フリーランスだもん。ミラーレスは売らないかな。仕事道具だから。仕事道具だからないよ。自由が好きなの。自由にやるのが好きなの。堅苦しいの苦手なの。具合悪くないよ。具合悪くないよ。昨日染めた。あー、マカロンありがとう。20号さんマカロンありがとうね。ありがとう。確認します。ありがとう。おお、いつもありがとう。ありがたく頂戴します。ありがとう。俳優さん募集してるよ。お疲れ様です。お疲れ。ブルーだね。金髪が良かった。 西川わかんないっす。なんで僕のところにたどり着いたのかわかんないですね。赤の方が良かった。成田には帰らないね。
スポンサーになった場合、記載されている特権ではなく、うちの商品を使ってもらうのは可能。例えば一緒。ああ、そういうのはいいですね。はい。それは全然 OK ですよ。例えば、その何点か。それはもちろんもちろん、やります、やります。で、エンドロールに、衣装のところに、なんつうの、衣装協賛みたいなブランド名を出すとか、そういうのは全然いけますね。むしろそっちの方がいいかもね。この映画に使った衣装はここのブランドさんの衣装を使ってますみたいな、そしたらなんだろう、トークライブの時とか舞台挨拶の時にもし出演してもらって広報の方とかいたら、こういうデザインをしましたとかね、いいね。それはありっすね。お疲れ様です。それいいね、すごくね。あ、延長代ありがとう。ありがとう。あ、全然ありだよ。1ヶ月間この服和道に着てもらいたいっつって、放送に対するスポンサーついても全然ありだよ。1ヶ月だいたい4万人から5万人ぐらい見るから、そこに対する広告で、で服聞かれたらうちのブランド名言ってくださいとか全然ありっすね。髪かっこよくなった、ありがとう。クロムハーツはつけないっすね。全然やりますよ。全然やります。びっくりした。こんばんは。メルカリではステッカー売らないかな。普通にリア凸したりとか郵送で販売してるから。ライトパープルに染めてたんだ、いいね。
プルームテックはあれだよ、一箱に一回捨てるんだよ、カートリッジは。レント NG です。うちはレント NG です。ブロックします。はい、ブロックです。キツネ枠は連投とターク誘導ブロックですからね。はい、こんばんは、ワドツ。映画のスポンサーさん一件来ましたね。ご飯まだ食べてない今日は。でも最近ね、食べ過ぎて太っちゃってるからね、リバウンドしてるから減らさないと。金髪3回ハイブリーチだっけ、なんかハイブリーチを3回やったかな。でその後ブルー2回入れてこの色になった。結構髪バッサバサでボロボロだよ。この場面夢で見たデジャブ？下田景樹先生こんばんは。下田景樹じゃありません。俺は気に入ってるかな。もう少し濃くてもいいかな。もう少しでも濃いブルーでもいいかな。まあまあ80点ぐらいかな。赤よりいい？俺もなんかブルー似合ってるかなとか思ってる、うん、ありがとう。そんなに悪くないね。ありがとう。気に入ってます。ヒステリックブルー、
好きだったな。煙る木漏れ日アビーフと気づく。ブサカはいいよね、あのボーカル。春風の奥思い出す。ステリックブルーとか今何やってんだろうね。パルメガネあるよ。これでしょ。これでしょ。これが良かった。ああ、ミサマは似てるね。似てるね。わかる。俺みたいなカメラマンに邪魔されるようなプロってどんだけレベル低いんだよ。俺の写真で食いっぱぐれるような仕事してんじゃねえよって感じだよね、プロなら。うん、あ、ありがとう、風船ありがとう。似合ってるね。そんなことで仕事なくなるんならもともと需要がない、腕がない、プロやめた方がいいよ。あー、スマホいいね。スマホ優秀だよね。本当にスマホ優秀、最近は。スマホのセンサーサイズでかいよ。 iPhone のセンサーサイズ結構でかいよ。でもまあ、なんだろう、合理的なんだよね。スマホの開発してる人そんなにセンサーサイズね、フルサイズとかいらないから、 Twitter とか Instagram に上げられて綺麗に上げられたらいいんだよ、普通の人は。はい、わこつ。あ、いつ持ってるか。フットワークの軽さもあるよね。常に持ってるっていうのもでかいよね。髪の色いい？ありがとう。ありがとう。髪の色変えたね。
評判いいね。 うん、にわかが見ると和道の写真とプロの差がわからないんだけど、そこら辺どう思う？っていうことは、俺がプロぐらいの実力があるってことでしょ。素人目線が一番大事で、プロは理由つけてああだこうだ言うけども、素人から見たらプロの写真も俺も写真も変わらないっていうのが一般、世間一般の評価でしょ。腕があるんだ。生きがいなんだろうな。生きがいは配信かな。ありがとう。お茶爆100ありがとう。みーすけさんからお茶爆100いただきました。ありがとうございます。本日一発目、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ていうか、プロでもアマチュアでもよくない？俺が写真好きでツイッターに写真上げてるだけなのにさ。そうそう、ありがとう。そうそう、お茶爆50ありがとう。そうそう、いつもありがとう。ありがとうございます。しくもくさん、コンティコインありがとう。昨日お見かけしました。かっこよかった。ありがとうございます。声かけてくれりゃよかったのに。うまいか下手かじゃなくて、楽しいか楽しくないかだと思ってるから。楽しかったらいいんじゃない。見てない。見てない。お金集めも立派な映画作りの一つだよ。ポケモン赤ってあれか、俺が11歳の頃なんだ。まさかこんなでかくなると思わなかったよな、ポケモンが。カメラを止めるのは制作費300万だね。コンティニーコインありがとう。300万で映画作るって結構すごいかんね。しかもあれ、尺結構長いよね。あ、コンティニーコインありがとうございます。ありがとう。こんばんは。マリルボーンお疲れ。あのね、大体なんだけど、低予算の場合、ホラーになる、ホラーかゾンビものになるっていう。
低予算でやりやすい。ブレアウィッチもそうだし、カメラを止めるな、ソー1もそうでしょ。あと何があるかな、低予算。ほとんど、ゾンビものかホラーものだよ、低予算は。まあ、儲けのためにやったわけじゃないと思うけどね。あ、いい？ありがとう。俺は300で作れると思ってる。サイコサスペンスだね。そうだね、合成とか編集とか、その機材周りがあんまりお金かかんない方法で撮れるから。うんとね、低予算ホラー系が多いっていうかね、制約がかかるからホラーがやりやすい、低予算で。髪色ありがとう。だいたい低予算でヒットしてるのってほとんどホラー系が多いよね。ホラーとかゾンビものとか、要は演技力とかで押せるんだよね。あーね、出てもらいたかったね、ロハコさんにね。一言ないです、見てない見てないものに関して何も言わない。それは失礼なことだから。見てないものは見てない、評価もクソもない。興味がない。そうっすね、口座に入れてもらったらスポンサーアカウントしますね。まあ事前にDM とかは欲しいけどね、それが映画の支援だっていうことを明確に教えてもらいたいから。急に振り込まれても何のお金か分かんないから。いや別に誰かと比べて映画作ってるわけじゃないから、誰以上とかそんなのは知らないよ。俺が気に入るまでやるだけだから。俺が気に入ったものを作るだけ、他は知らん。可愛くなった、そう、可愛くなった、うん、ありがとう。ああありがとうございます、楽しみに待ってます。もちろん映画の予算分けてますね、口座は分けてないですけど、別会計にしてますね。スベニアップはしてない今。結構やってるよ、毎日やってるよ俺。ありがとうございます。ごっちゃにはならないよ、全然ごっちゃにならないよ。芸術に近い方を意識してるかな、娯楽よりも。アート寄りに考えてる。あ、もちろん可能ですよ。ただ、そうすると旨味がなくなっちゃうんで、出演権と、あと、サイン入り台本だけになっちゃうけど、それでいいんだったら全然。なんか他に特典、なんか特別に考えてよって言われたら考えますけど、特典が
メリットがなくならないですか？ 10 万だけ振り込んで。協力者いますよ。作ったは作っても稼働してないね。予告編とかないっすね。予告編ティザーって言うんですけど、ティザーは普通映画ができた後に作るんで。タバコ誘導なんで、はい、ブロックです。57号さんブロックです。タバコ誘導ブロックですよ。はい、ブロックです。はい、アラビア文字ブロックです。あ、間違えた。連投ブロックです。はい、ブロックです。コンディニューコインありがとう。これも自分で作った動画だね。オリジナルっすね。知らない、どうやってやってんのか。アスペクト比狂ってる？こんばんは。こんばんは。江ノ島物語割と好き。あ、ありがとう。あれはね、カラーグレーディングって言って、色味を調整するための編集だから、ストーリーに意味はないんだけど。はい、105号さんタバコ誘導です。ブロックです。アンノリスペクトだからね。アンノリスペクト。この画面簡単に作れる。まあ解説しようか。この画面はどうやって作ったかっていうと、まずレイヤー構造何個にしたかな。なんていうのかな、何個ぐらい重ねてんだろう。7個ぐらい重ねて作ったかな。まあ簡単に作れたね。この画面が出てたら簡単か。頭に絵が浮かんでたらどう文字を重ねるのかだけだから、そんなに難しくないよ。これは簡単に作れたね。ちょっと待って、音戻しておくわ。あとは音をどのタイミングで入れるかだから。これは何で作ったかな？なんだっけ？ムービーメーカーじゃなくて、なんだっけ？ Mac のフリーソフトなんだっけ？Mac の動画編集ソフト。なんだっけ？ GIF じゃないよ。動画。GIF じゃない。これ動画だね。iMovie だ。iMovie で作った。脚本この前5分のショートムービー5本書いたかな。5分のショートムービー5本書いた。メディアプレイヤーでも作れるね。ただ、画像編集ソフトが必要。あ、すごく似合ってる。ありがとう。ありがとう。
赤の方が好きだった。俺今ブルーの気分かな。なんかエセアカが赤にしちゃったのでなえちゃってパクられたと思って、じゃあいいやブルーにしようと、誰もやってない色の方がいいやと。本当赤好きだったんだけど、誰もやってない色にしたかったからブルーにした。かぶりたくないじゃん。クリエイティブな人と絡みたいね。刺激をもらえる人だと。ああ、そうだね。アイラ青だね。あ、アイラ顔出してないからね。本読みたいって、俺本全然読んでないよ。漫画ばっかりだよ。俺本全然読んでない。宇宙を語りたいんだ。ニュートンとか読めばいいんじゃん。サイエンスとか。面白いよ。ナマポに戻ってないよ。あ、コワーキングカフェとか通うのいいかもしれないね。クリエイター専用のコワーキングカフェとかあんのかな？本立ち読みしてから買うかどうか決めるね。パラパラめくるね、必ず。中身がわかんないもの買いたくないから。必ずペラペラめくってから買うかな。たまにかな。たまに読むかな。小説とかは読まないけど。はい、わたつ、もうおはよう。
できれば無課金の人、コンティニューコインいただけると嬉しいですね。ブルー似合う、ありがとう。ありがとうね、ボー。コンティニューコイン欲しいですね。今、ヨドバシカメラいんの？あ、俺カメラ持ってるよ。カメラ持ってるよ。うん。カメラ、カメラ持ってます、持ってます。レンズが欲しいの、俺は。2ヶ月ぐらい走ったかな、ランニングは。そろそろ走り戻さないとね。コンティニューコインありがとう、あんこさん。マリルボン、コンティニューコインありがとう。僕今彼女いないですね。ブレシオさんありがとう、うん。5キロっすね。5キロ。マックスのタイムが26分台。26分40秒。うん、広角レンズ欲しいですね。12ミリか16ミリから36ミリくらいの広角ズームが欲しいですね。障害者じゃないよ。体重今、体重計持ってないから分かんないけど、70キロ行くか行かないかだと思う。うん、5キロ2ヶ月走ってたね。だいたい28分台が平均かな。で30分切れなくなっちゃって4日連続それで体休めてたんだけど、サボっちゃってるね今。コンディニーコインバカありがとう。体重わかんないんだよね、体重計持ってないから。あ、65キロぐらいが体が一番切れてたから、それくらいの頃になりたいな。広角ズーム F2.8 投資だと結構高いですよね。高いね、高いね。お、磯六さん久しぶり、元気？うん、暖かい日が続く、よかったよかった。振られちゃったんだよね、のんちゃんに。磯六さんお疲れっす。背はね170だから低いね俺。チンコはマックス 11.2 センチ。元気いい、ソロクさんお疲れっす。チビだよ、170しかないもん、すげえ背低い。チンコは測るよ、うん、170だね。169になったり171ぐらい、2センチぐらい幅があるかな。あ、そうなんだ、忙しかったんだ。あ、元気ならいいじゃん、うん、平均身長どれくらいなんだろう、日本人の。175とかじゃないのかな。175センチぐらいじゃない、日本人の平均。髪もうちょっと 暗めのブルーにしたかったけどね、2回入れたけどこれが限界だったかな。もう1回入れようかな、もう1回染めてもいいかもしんない。もう別れたから2ヶ月ぐらい経ってるからね、うん、より戻んないんじゃないかな。あ、お素敵、ありがとう。その色いい？ありがとう。もうちょっと暗くブルー入れたかったな。肉眼とね、配信だとちょっと色合いが違うんだよね。少し明るい。もうちょっとそうだね、また染め直すって、染め直すっていうか色を同じやつを入れればいいだけだから、暇な時にまた入れるよ、時間ができた時に。初キスいつだったかな、初キスっていつだったかな、
え、誰としたっけ。え、初キスっていつだろう。え、俺誰としたんだろう。覚えてないな。覚えてない。え、誰としたんだろう。俺覚えてないわ。初めて手つないだもん。覚えてない。え、いつだったかな。ポイント30万円あんの、すげえいいな。iMovie は独学っすね。勉強とかは特にしてなくて、自分で使いながら覚えたかな。ご両親いないんすよ。月20万ぐらいあったらまあ幸せかな。うん、生活費には20万あったら全然余裕。金梅さんバイセクシャルだね。ホモじゃなくてバイ、うん、バイセクシャルっすね。男も女もいけるっていう。金梅さんに襲われたことはないけど、チンコをずっと触られてたことはあるね、配信外で。俺は金梅さんには別に抱かれたくないね。独学っすよ、全部。学校とか通ってないんで。あ、金梅さんバイなの有名だよ。本人もバイだって公言してるじゃん。言ってないのかな。え、結構配信界では有名だけどね、金梅さんバイなの。うん、葉山芽衣かわいいよね。鮫島さんは倍じゃないと思うよ。あー暗いね。ドレさんは潜在的なゲイだと思ってるけど、本人がトラウマで拒絶をしてる。アメリカ留学中に、あの黒人に、ガチムチの黒人にレイプをされて、本当はバイで、本当は男の子が好きなんだけど、トラウマで俺はバイじゃないって言い聞かせてん。アメリカ留学の時に黒人に回されたから。っていうストーリーを勝手に俺は描いてる。やめろ！やめろ！やめるんだ！つって。Hey man！ つって。やめろ！ズボン下ろすな！やめるんだ！って言って、それがトラウマで、本当は男の子大好きなのに素直になれないの。19歳の時、そう、うん、俺マジでドレさんゲイだと思うんだよな。俺は、いや、ノンケですよ。俺はノンケ。俺は全然ノンケだね。いや、俺爆走タイプじゃない。全然朝比奈ちゃんの方がいい。爆走大っ嫌い。爆走だけはないわ。アイラは分かんない。会ったことないもん。いや結構何回か嫌なことされたから。ふわっちっていうか、放送自体で月収18万ぐらいかな、全体で。まあギリギリ食っていけるって感じだ。あ、そっか、善一さんと付き合ってんのか今。
ついっすね。きついっすね。アイラと会ったことないよ、一回も。うん、ギリギリだね。ギリギリ。うん。届いてる？今回ってる。そこで回してる。アフアッチは爆投げがあると急に変わる。なんかたまに10万とか振り込んでくれる人、あ、アイテム投げてくれる人いて。出身成田っていう街ですね。成田シティですね。千葉県成田市。うん。朝比奈ちゃんから撮影頼まれてるんだけど、日付がのアポが来ないんだよね。のりゆきさんと会ったこと何回あるかな。リアトツ、俺がドカソだった頃に一回リアトツして、何回あるかな、もう 4、5回。まあ捨て頃でも2回、歌うまでも会ってるし、あと統合フェスでも MC やってたでしょ。あと何があるかな、 4、5 回ある、あ、 5回以上あるかな、うん、いい人だよすごく、のりゆきさん。うん、朝比奈ちゃん今東京いるらしいよね。あ、ありがとう。そうそう、お茶バック50、ありがとう。サンキューです。ありがとうございます。あ、国際も成田空港問題全然関係あるよ。サンリズカっていうところで闘争起こってるからね。だから地元はずっと航空機動隊だっけ、機動隊の車がずっと回ってるんだよね、あの空港通りって呼ばれてるとこ。未だにあるよ。ただもう成田闘争とか三里塚闘争って今俺が引っ越したからないよね。だから左翼は住んでるっていう噂だけど、実家とは縁切れてるから、うん、実家とはもう縁が切れてる。ドレさんの IQ どれくらいなんだろうな。 IQ だけで言ったら多分100、115とか120いかないぐらいはあると思うよ。下手したら120あると思う、うん、IQ は結構高いと思うよ。120ぐらいじゃん。130は絶対ないね。115とか115あたり、うん、相当頭いいと思うよ。親生きてるかどうかも分かんない。だってドレさんって3カ国語、日本語入れると4カ国語喋れるんだっけ。で、青大出身じゃなかったっけ。で、海外留学もしてて、うん、結構頭いいと思うよ。配信会の中ではズバ抜けて頭いいと思うけど。鮫島さん IQ、うん、90とかじゃないの。ギリギリだよね、本当に。ギリギリ健常者だよね、鮫島さんは。そう、頭良すぎてこじらせたパターンだと思ってる。R さんコメントしてる限りなんか面白い人だなと思ったけど、コメント読んでる限り、うん、金梅さんはもう65とかでしょ、うん、金梅さんの IQ は65とかでしょ。セクシングは80とかじゃん。120超えてる、頭ずば抜けていいと思うやつ、誰だろう。ずば抜けてこいつやばい。野田じゃん。野田かな。一番頭いいと思うの野田かな。
俺の感覚では野田。多分頭の良さ、地頭だけで言ったら野田が一番いいと思う。俺は IQ81 だもん。うん。野田頭いいね。うん、野田だと思うね。野田はやばい。え、野田の IQ の高さ知らないの？野田の IQ やばいよね。ひろゆきはどうなんだろう、わかんないけど。野田の頭の良さガチだかんね。なんかリスナーの質問に全部答えるっていう動画があるんだけど、すげえ全部答えてたもん。あのもう無茶ぶりに全部答えるっていう。本4000冊ぐらい読んでんだよね確か。石川の隆起さん PQ が高いタイプだ。IQ っていうのは頭の回転みたいな。 IQ っていうのは記憶依存だから、要は読んだ本とかをすぐ覚えられるのが、記憶のストックの整理がうまいのが IQ で、 PQ っていうのは発想力みたいな。今の知能テストっていうのは記憶領域がいいかどうかなんだよね。野田と対談別に話すことない。ガキの頃の知能テストは IQ、 学校とかでやるのは IQ、 IQ テスト。野田のさ、リスナーの質問答える動画って誰か持ってる人いる？野田がリスナーの質問全部答えていく動画。あれ、えぐいよね。あれ、誰か持ってないかな？うん。アイラはわかんない。あれ見たことある？野田が、ああ、枕草子は作者不明。なんとかを書いたのは、なんとか1990何年、なんとかが、なんとかっていう理論に基づいて書いた。ああ、ってずっとやるやつ。あれすごいよね。なんとかの作者で一番処女作は、何々とか言って。全部答えてくの、うん、あれすごいよね。あれどこにあんのかな、野田がすごいやつ。探してみる？時間かかってもいいんだったら探すけど。俺一個も答えらんなかったもん。あれすごかったよね。あれどこにあんだろう。爪にある？なんて検索したらいいんだろう。野田総理、どれだったかな。ないな。
ないな、出てこないね。ないな、出てこないね。ないね。あれ沼のふりしてるだけだからね、野田は。本当の沼じゃないんだよ、沼のふりしたやつなんだよ。朝比奈やばい、電話してみて。なんでやばいの？PQ は生まれつきなんじゃないの？沼っていうのは、あの身体、あの知的障害者のことを沼っていうんだけど、知的障害者のふりしてるだけ。沼のふりしてるだけだね。めちゃめちゃ天才だよ。だってあいつなんか中学の時すげえ高学歴なところ行ってなかったっけ。野田ってなんかあれだよね、東大とかバンバン受かるような大学行ってたよね。あ、高校行ってたよね。なんだったっけ、どこだっけ、野田の出身校って。偏差値めちゃめちゃ高いところじゃなかったっけ。 AV 見るよ。なんだったっけ、どうだったっけな。メンサはウェイス3じゃないかんね。メンサは図形系のテストだから。力士部ありがとう。野田高校行ってるよね。なんだったっけ、すげえ難関校入ってるはずだよ、進学校の。なんだったっけな。覚えてねえな。いや、高校高校、野田の高校。福岡県立、それだっけ、ありがとう。福岡県立偏差値どれくらいなんだっけ、それ。それだったっけな。野田福岡出身なんだ。あ、そんなに高くないんだ、うん、西横浜にある。へえ、あ、ありがとうありがとう、42号さんありがとう。
エフランなの。俺大学のランクとかわかんないから、6大学とかしかわかんないし、東大と京大がぶっ飛んで頭いいぐらいしかわかんないんだよね。エフランなんだ。九大は、いや九州大学はやばいんだ。ああ、偏差値73の高校、あ、すごいじゃん。福岡大学はバカなんだ。全然わかんない。国立がちょっとすごいっていうのはわかるけど、いや、ミズニアンとは、ミズニアン頭いいと思ったことはない。ミズニアンはなんか勘違いしてるタイプ。奈良も私立なんだ。わかんない。名古屋大と愛知大がわかんないもん。すごいのか。千葉大はすごいの。全然わかんない。神奈川も私立なんだ。国立じゃないんだ。エミスさんは発想力と心が強かった。すごいアーティストだよね、あの人は。千葉大そんな高いんだ。学歴わかんねえな。旧帝大はすごい。ミズニア頭いい風に見られたい人だよね。わかる。頭がいいって感じじゃなくて、なんかキッズになんか知識マウンティングしてる感じがすげえやだ。あ、ミズニア頭いいと思ったことは一回もないかな。子供騙しって感じ。ボブリシャス頭いいんだよね。医大があるところ、医学部があるところは高いんだ。まあ、関係ねえよ、俺中卒だもん。あ、プロフィールに書きましたルール。今後通常枠はあの Vlog 扱い、ブログ扱いで、すぐブロックしますよ。キツネ枠はブロック、基本的に。キツネ枠は嵐と連投だけ、あ、違う、多枠誘導と連投だけはブロックするけど、キツネ枠の時は何書いてもいいけど、通常枠は即ブロックするから気をつけてねっていうこと、簡単に言うと。だから、なんか、その、アンチキッスの人は、通常枠の時見に来ないでっていうことだ、簡単に言うと。通常枠でブロックされちゃうと、キツネ枠もう見れなくなるから。そんな感じ。簡単に言うとそんな感じ。詳しくは、なんだろう、プロフィールに書いた。エクスパンドはブロックしないよ。すごいね、年収2000万いったんだ。通常枠の時は俺の中では、そのまあプロフィールに書いてあるんだけど、その生活垂れ流し配信とか作業枠のノリだから、あんまり荒らされたくないのよ。そんな感じ、そんな感じっすね。キャスは通常枠扱い。だ、通常枠の時はもう即ブロするよっていうことね。うざがらみもすぐ即ブロ。だから通常枠見に来ないでってことよ。うざが、俺がうざいと思ったら、すぐブロックする。簡単に言ったら。だ、通常枠でコメントは、アンチキッスの人はコメント書かないでってこと。OK。まあ、詳しくはプロフィール読んでください。
お疲れ様です。そういうこと。167号さん、そういうこと。そういうことです。髪の色いい、ありがとう。あ、寝落ちしちゃってた。ここだ、帰り。別にご病気持ってるのは構わないけど、なんか攻撃的にされてもそのご病気は俺のせいで病気になったわけじゃないじゃん。だからそこはやっぱ自己責任だと思うよ。映画制作関連についての動画とかないですね。別に。どういうことだろう、映画制作関連の動画って。なんだろう、お疲れ様です。サンプルとかは特にないですね。もうなんかこういうの作ってるよっていうのをこう垂れ流してますね。質問されたら、まあ最近こういうのを作ってるわみたいな。これは何だろう、映画のワンシーンで自分が使いたいテスト動画なんだけど、この前この編集を覚えたかな、こんな感じですね。予告編とかは別に作る予定ないけど、まあ映画公開される時には作るけど、ハメ撮りはしないかな。ハメ撮りはしないかな。はい、わざつ。予告編とかないっすね。予告編とかないっすね。お茶ありがとう。コンティニューコインもしよかったらください。よろしくお願いします。本当にコインありがとう。俺頭良くないよ。頭良かったらこんなことやってないよ。そもそも頭良かったら官僚になってるはず。
頭良かったら官僚になってる。こんなことやってる時点で頭良くない。俺中卒だよ。最終学歴幕張免許センターで原動機付き自転車取得が最終学歴だから幕張免許センターですよ。コンティコインありがとう。わかんない、撮影なくなったかどうか。わかんない。これ千葉だね。のんちゃん怒ってんの？どこで怒ってんの？習志野免許センターなんだ、最初学歴。千葉だよ俺。成田だもん出身。車の免許持ってないですね。埼玉県意識するよ。千葉県民は埼玉県民意識するし、埼玉県民は千葉県民を意識してる。それはもう運命だから、宿命だから。カメラの写りいつも綺麗、ありがとう。一応キャメラマンだからね。免許は取らなかったね、一回もね。もう15歳からバイトやってたから取る暇なかったんだよね。ケンブリッジの方が頭いいんだ。え、冷静にさ見て、他県の人から見て千葉と埼玉だったらどっちの方がランク上の？なんか埼玉県民の千葉県意識がすげえうざいんだけど。ぶっちゃけの話、ナンバーワン東京じゃん。ね、ナンバーツー神奈川じゃん。ここはもう異論はないんだよ、誰も。ただ3番目は千葉じゃん、どう考えても。で、埼玉が3番なのは許せなくない？どう考えても千葉だよね。なのに、そう。千葉の方が上だよね、そうだよね。だよね、だよね。で、埼玉県民だけ埼玉の方がっていうの。余裕で千葉だよね、そうだよ。あ、よかった、よかった。あ、よかったわ、よかったわ。千葉圧勝だよね。だよね。3位はどう考えても千葉なのに、なんであいつら立てつくんだろうね。何なんだろう。そうだよね、よかった、よかった。そう、埼玉っていうやつは埼玉なんだよ。ディズニーランドがあることと成田山があることで、で、空港もあるんだよ。もうこの3つで圧勝なはずなのに、ディズニーランドあるでしょ？ね？成田山があるでしょ？空港があるでしょ？もう勝てる要素なんか何もないじゃんね。ぶっちぎりで千葉だよね。うん。千葉だよね？そうだよね。そう、相手にもならないはずなのに、なんであいつらやっかんでくるんだろう。あ、ありがとうございます。49号さん。ありがとうございます。ディズニー東京じゃないから。千葉だから。浦安だから。千葉だよ。やめて。ディズニー東京っていうの。千葉だから。海もあるよ。山がないんだよね、千葉ね。埼玉何もないよ。成田は茨城じゃありません。やめてください。成田はすごいよ。イオンショッピングモールセンターあるんだから。やめてよ、本当に。あれでハードロックカフェ2号店成田にあるんだよ。六本木のハードロックカフェ、あんなおしゃれなハンバーガー屋さんが成田にあるんだよ。
正直デートで行った時びっくりしたけどね。うわ、ハードロックカフェできたんだと思って行ったら、ハンバーガー1800円から2300円で、ドリンクが1200円とかすんの。お前、成田の最低時給800円、ね、成田の平均時給800円とかなのに、ガラッガラで笑ったもん、本当に。ノコギリ山はね、ちょっとあるんだけど、うん、あそこ、行かないよ。俺、成田。成田は田んぼだよ。成田は田舎。ただ、茨城と一緒にされたくない。うん、ハードロックカフェっていう。結構有名な、お店があるんだけど、おしゃれな。なんで成田に作ったんだろう、ハードロックカフェ。何だったんだろうね。千葉はさすがに神奈川県民には勝てないね。三鷹バカにしてないよ、別に。三鷹はあれじゃん。スタジオジブリあるじゃん。あ、まあ、サーフィンも有名だね、千葉は。千葉住みやすいよ。すごく。千葉いいよ。茨城は本当に何もない。マジでやばい。茨城はマジでやばい。本当に何もないの。あと、優子、小倉優子とか、バンプオブチキンとか、エルレガーデンでしょ。千葉出身、あと誰いる？結構いるよね、有名人。千葉漁師なんかほとんどいないよ。千葉芸能人結構いる。マツコデラックスとかもそう。なんかね、癖が強い芸能人が多い。マツコデラックス、小倉優子。あと、なんだろう、独特なんだよね。バンプオブチキンとか、ヨシキとか。あの、癖が強い感じ。なんか、個性が強いっていう。陰キャなの、基本的。千葉県民って陰キャで癖が強いの。性格悪い感じの。わかる？陽キャじゃないんだよね、千葉県民って。群馬有名人多いんだ。知らなかったな。右上の48はなんかよくわかんない。ジャガーさん有名で、渋いところ出てきたな、ジャガーさん。渋いところ出てきたな。そんなに有名じゃない。コアなところ出してきたな、ジャガーさん。大阪って第二の都市ではないんだよ。日本で第二の都市大阪だって言ってるの大阪だけで、経済規模もそうだし、学歴なんか日本で最下位クラスだし、大阪って実は6番目とかなんだよね、経済。なんだっけ、神奈川の方が余裕ででかいし、千葉とかにも負けてんじゃなかったかな、大阪って。大阪は全然ダメだよ。神奈川が2番目、横浜とかね、神奈川が強いんだよね。第二の都市は思いっきり横、神奈川。落花生、俺千葉県産のなんかほとんど食べたことないよ。すっごいうまいけどね。生落花生食べたことある？生落花生めっちゃくちゃうまいよ。生落花生とか知らないでしょ。ゆで落花生のことなんだけど、もうやばいよ。あれは絶対一生に一回は食った方がいい。本当にうまい。生落花生美味しいよね。生落花生本当にうまいよね。高いけど食った方がいいよね、一回。いや、本当に美味しい。本当に美味しい。ゆで落花生、生落花生なんだけど、要はピーナッツ、ローストしてないやつ。豆うまくて柔らかいよね。柔らかい。ゆでた落花生、要は豆の落花生、うん、コンビニにあるかな、わかんないけど、高いけどね。千
千葉ドカタ多いよ千葉ドカタだらけだよ、ブルーワーカーだらけだよ。梨は有名じゃないかな。百貨店の物産展でした。うん、千葉どかた多いよ。ピーナッツ、うん、千葉で有名なのスイカだね。スイカ、こんばんは。スイカとピーナッツとあとなんだろう、まあ牛乳もね、北海道に次いで全国2位とかだったり。だからよくよく考えると千葉って食料うまいんだよね。東京が飯まずいんじゃなくて、千葉は、うん、船橋で有名なんだ梨。まあ梨うまいね、確かに、うん、実家帰ってないですね。もう最後に荷物取りに行ってばあちゃんと話したぐらいかな。5分ぐらい。生きてりゃいろいろあっから元気でって。もう根性の別れだろうね。ばあちゃんやっぱすげえよな。もう分かったんだろうね。荷物取り行って自分の部屋と裏からゴソゴソやってたらばあちゃんがスーッと出てきて、まあ、生きてりゃなんかあると、とにかく懸命に生きろと、あと体だけは大事にっつって。分かんない今生きてるかどうか。まあこれで最後の別れになるっていうのを察したんだろうね。かずみちかわいい、ありがとう。あ、福島暑いらしいよね。ベンチャーとかも暑いらしいよね。年寄りの言葉重いよね、うん、あーこの人すげえなーと思ったね。あーもう最後になるの分かってんだなーと。あーまあ波乱万丈なのかな、どうなんだろうね。いろいろあったね。うん、大阪は食い物がうまかったね。大阪食い物がすげえ良かったね。安くてうまいもんがあって、あと人情味があってよかったね。ばあちゃん生きてんじゃねえかな、わかんないけど。長生きしてほしいな、ばあちゃんには。人口密度、人口密度の話をしてるんですか。人口密度の話をしてるんですか。195さん、人口密度は知りません。大阪府の話じゃなくて大阪市の話。ばあちゃんいくつぐらいなんだろう。もう80ぐらいなんじゃないの、わかんない。
新宿に土方はいないよ。新宿に土方はいない。知らない、大阪市長が誰なのか知らないよ。大阪民国。取り替えるのは簡単だけど、やっぱ毎日家にいないといけないから、旅行が好きな人とか出張が多い人とか家から離れる人には向かないかも、うん、最後は四国とかがいいな。田舎の方で死にたいな、最後は安らかに。200票しか集まんなかったら受かんない。新宿の市長選は1800票から2000票で受かるから、2200で硬いって言われてんのかな。2200か2300取れたら硬いって言われてる。200票じゃ受からないよ新宿は。京都はね、京都は別に京都でしょ、うん。風船ありがとう、205さん。風船ありがとう。30万だっけ、供託金。新宿の市長、市議会議員30万だったかな。リスは先月久々にいただきましたね。久々に。あ、マジですか、支援ありがとうございます。マジで支援してほしいですね。かわいいよね、かわいいよ、すごく。わあ、ありがとう。169号さんから花火いただきました。本日一発目、ありがとうございます。ありがとう、169号さん。ありがとうございます。ありがとう。ありがたく頂戴します。ああ、ありがとう。花火パチパチありがとう。元カノと別れてから誰ともセックスしてないね。ああ、金魚姫お疲れ。いいね、ありがとう。いいね、ありがとうね。ああ、コンティニューバックありがとう。スポンサー一人つきましたね。はい、はい、ワード2。映画の資金苦戦してますね。どうだろう。花火拍手ありがとう。お茶爆ありがとう。はい、ワード2。元カノと別れたの1月の末ぐらいかな。
いや、全然若い女性も好きですよ。あんまり年齢気にしてない。若い人から声かけられないだけです。若い人からモテないだけですね、僕は。のんちゃんとはもうだいぶ前に別れたよ。ダンボールかわいいよね。ダンボールちゃんめぐかわいいよね。ああ、そうだね、支えてくれる彼女欲しいね。青色をもう少し暗く入ったらよかったなと思ってるけど、ちょっと明るいかな、自分がイメージしてたよりは。仲良かったのにね。元カノは今48かな、49になる年だった。あ、おいい、ありがとう、ロックマンみたい。テレテレテーテレテレテーテレテテレテテレテレテー。うん、自分でやった。昨日自分で染めた。美容院で染めたことないよ俺。高いもん。1万ぐらいいくじゃん。いつも自分で染めてる。ツイッターで朝比奈さんの発言、よう知らない、見てない。美容院ひげは断るよね、眉毛ひげは断るよね、美容院。ヒデみたいなピンク、ヒデかっこいいよね。青似合ってる、ありがとう。ありがとう。つばには今ピンクなんだ。手越優也ピンク。手越優也が誰かわかんない。赤よりもいい。俺も気に入ってるかな、この色。ブルー結構明るいけど、暗い方がいいけどね、本当は。髪痛みますよ。カラーとブリーチは絶対痛むんで、髪も頭皮も痛みますよ。絶対痛む。オレンジはあんま好きじゃないな。似合うかな、オレンジ。あんま好きな色じゃないね。波みたいな。
また赤く。10年後生き残ってるかな、配信会で。どうだろう。生き残りたいね。今、囲いいないもん。囲いがいないもん、今。ドラえもんみたい。人間っぽくない色だよね。人間っぽくないよね、ブルーってね。思い上がりちゃんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてください。3点セットお願いします。ツイッターもやってます。よろしくです。こういう日は大事でしょ。なんだっけ、ミュール名前変えたよね。なんだっけ、山ちゃんとかいう名前に変えたよね。シュキシュキ丸って何？シュキシュキ丸ってなんだろう。俺は別に俺らしく生きたいだけ。シュキシュキって可愛い声で言う。おっさんだからな、俺。あ、サイドだけシルバーいいね。襟足だけブルーとかもかっこいいよね。なんか、なんとか山ちゃんっていう、手羽先山ちゃんとかいうコテハに変えたんじゃなかったかな、だいぶ前に。ありがとうございます。面白かったらフォローしていってください。朝比奈ちゃんの写真は朝比奈ちゃんから依頼が来てないから、依頼が来たら撮るよ、全然。ただ本人からオファーが来てないから、オファー来たら撮るよ。初見さんいらっしゃい。ニンニからは依頼ないね。もちろん吉江さんも取るよ。はい、ワドツいらっしゃい。みんなプロフィール読んでおいてね。配信のルール変わったかんね。写真誰でも撮りますよ。はい。浅井さんのヌードは撮らないかな。浅井さんのヌードは撮らない。
写真以来料金とかは、そうだな、時間によるけどな、3時間ぐらいの、作業とかだったら、レタッチ込みなのか込みじゃないのかによっても料金変わってくるかな。取っ手出しなのか、レタッチなのか、拘束時間だね、基本的には。料金は。どれくらい時間拘束されるのかによるかな、料金。あと、まあ、スタジオのね、使うのか使わないのかとか、そういう感じだね。髪の色素敵、ありがとう。ありがとうございます。ねえ、もうちょい濃くしてもいいかな。ちょっと明るいよね、ブルーね。もう少し暗くしたいなと思ってる、俺も。もう少し暗めに入れたい。少し明るいんだよね、ブルーが。強すぎる、ブルーが。じゃあ、皆さん、これで枠終わりにします。次枠は通常枠です。お疲れ様です。Stand by me.